1970年の F1 世界選手権1970年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第21回大会である。1970年3月27日に南アフリカで開幕し、10月25日にメキシコで開催される最終戦まで全13戦で争われた。1970年シーズンはティレルが シムカとの協定に従って、コスワースではなくマトラの V12 エンジンを使用するよう依頼された。スチュワートはマトラ V12 をテストしたが、コスワース DFV より劣っていることを理解した。ティレルの予算は大半がフォードから提供されたものであり、もう一つの大きな要素はフランスの国有石油会社エルフによるものであった。ケンティレルにはスポンサーシップの衝突のため、 マトラ製車シシーを使い続けることができなくなった。しかしながら、臨時の解決策として、自身の車子を秘密に開発している間、マーチ701車シシーを購入して使用することとした。最初のティレルは、マトラ m s 8 2に、多くの部分が似ていた。ウェッジシェイプの新型ロータス72は、非常に革新的な車であり、トーションビーム式サスペンション、後方配置のラジエーター。 インボード式、フロントブレーキ、オーバーハングした、リアウィングを装着していた。72は元からサスペンションに問題を抱えていたが、アンチダイブ、アンチスクワット式のサスペンションは他社に対して優越性を示し、シーズンはヨッヘン・リントがモンツァで自己死するまで支配することとなった。リントは死後に70年のタイトルを獲得した。ジャッキー・イクスはオーストリア、カナダ。 メキシコで勝利し、シーズン2位となった。X が、エマーソン・フィッティ・パルディに代わって、アメリカグランプリで勝利していたなら、彼がタイトルを獲得していた。1970年シーズンは、グッドイヤーによるスリックタイヤが導入された。チャンピオンに3度輝いた、ジャック・ブラバムがこのシーズンを持って引退した。ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から、3から2から1が与えられた。 各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。前半7戦のうちベスト6戦及び後半6戦のうちベスト5000がポイントランキングに数えられた。ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられた。前半7戦のうちベスト6戦及び後半6戦のうちベスト5000がポイントランキングに数えられたが、 このルールは1970年シーズンにおいてドライバーのポイント合算に影響を与えなかった。前半7戦のうちベスト6戦及び後半6戦のうちベスト5戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。ありがとうございます。